本法案の対象犯罪が選別されているやり方が理解できないものであるという、法定刑が比較的軽い犯罪が除外されているのではなく、まず公権力を私物化するような、行為が含まれるともそれが除かれている。公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反は全て除外してされております。公職選挙法違反の事例を少し調べておりましたら、2015年4月30日の産経新聞に、このような記事が出ておりました。選挙違反の証拠 PC 海にドボン、金田衆議院議員の能登秘書を略式起訴、秋田小学県と、少し内容を読ませていただきますと、昨年12月の衆院選挙で運動員に報酬を支払う約束をしたとして、小学県かっこ秋田県は30日公選法違反罪買収約束などで秋田2区で当選した金田勝利氏の、ここ名前読みませんが、施設秘書を略式起訴をした。証拠隠滅のため海中に捨てられていた陣営のパソコンを県警捜査2課が押収していたことも分かったという、まず金田大臣に、事実確認を求めたいと思います。これでよろしいでしょうか。略式手続きの、ね、刑事裁判の結果も出ているというふうに申し上げました。その、内容については、私は承知をしておるつもりであります。小畑君、候補者選挙を総括主催した者、追悼責任者がこれを行った場合は4年以下の禁錮刑で、懲役禁錮刑であるということでした。これ確認まででありますが、候補者たる金田大臣、選挙運動総括主催者、追悼責任者等の共謀はなかったと言えますでしょうか。金田大臣。金田法務大臣。全く、ありません。買収行為の約束を施設秘書が追悼責任者との共謀なしにやるということはとても考えにくいと思いますね。お金に絡む話ですから。で、本当に共謀はなかったと言えるでしょうか。金田大臣。金田法務大臣。それ以上の詳細につきましては、私は、コメントを差し控えさせていただきます。まずこれまで出てきていた過去の共謀罪の法律についてですが、かなり幅広い犯罪が対象となっておりました。例えば公職選挙法におきまして、公職の候補者、選挙運動を総括主催した者、追悼責任者等がこういった買収利害誘導を行ったときには4年以下の懲役または禁錮刑となっております。そしてまた多数人買収については5年以下の懲役または禁錮刑ということになっております。過去に提出をされておりました共謀罪ではこれらの法律が対象になっていたということをまず確認させていただきたいと思います。法務大臣。かつて政府が提出しました法案における、組織的な犯罪の共謀罪につきましては、長期4年以上の懲役または禁錮の刑が定められている罪が対象とされておりました。本法案の対象犯罪が選別されているやり方が理解できないものであるという問題点を指摘したいと思います。これは法定刑が比較的軽い犯罪が除外されているのではなく、まず公権力を私物化するような、行為が含まれるともそれが除かれている。公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反は全て除外してされております。候補者たる金田大臣、選挙運動総括主催者、追悼責任者等の共謀はなかったと言えますでしょうか。金田大臣。全く、ありません。本当に共謀はなかったと言えるでしょうか。金田大臣。それ以上の詳細につきましては、私は、コメントを差し控えさせていただきます。公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反は全て除外してされております。